マリサ、何？この実写パートさ、正直いらないよね。俺に言われても困るわ。キモいよくわかんない男が変な動きしてる映像なんて見るに耐えないよ。いや、広告剥奪されないように実写の映像を取り入れてるんだろ。ちょっとは空気読めよ。そんなんだから友達いねえんだろ。そんなんだから友達いねえんだろ。あ、いないさ、私にはずっと。霊夢起きなさい。あんた今何時だと思ってんの？それに畳で寝るとか頭おかしいだろ。うるせえババア、畳で寝ようが俺の勝手だろうが、てめえは黙って飯作って仕事行けばいいんだよ。もう、学校遅刻するでしょ。早く行きなさい。おはようございます。あ、霊夢じゃん。今日財布持ってきたんだろうな。さ、財布、イフ。はよ財布出せや。うわー。助けてー、ママー。お分かりいただけただろうか。これは17歳の時の私である。機嫌が悪いと親に強く当たるくせに、いざとなると親に強くすがろうとする。こんな性格最悪で年齢に精神レベルが追いついていない子に友達なんてできるわけないのです。今回はそんなダメダメ高校生白霊霊夢の友達が誰一人いない原因を探っていきましょう。白霊さん。何？はじめまして、私コキアって言います。コキアさないね。よかったら私と友達にならない？と、友達、小中9年間をぼっちで過ごした私についに友達だと。よろしくね。口くさ。いや少しくらいは気遣えや。初対面で口くさいはねえだろ。って思うかもしれませんが、口臭いと会話とかマジで避けられやすいので要注意です。人の口が臭いなどとはたとえ陰口でも言いにくいので、知らず知らずのうちに口臭が原因でぼっちになりがちです。さなえさ、今日の学校だるかったねー。ねえ。でも今日の体育楽しくなかった。いや、別に、私運動嫌いだし。そう、霊夢さ、今度映画見に行かない？うん、映画ってなんかバカっぽい人が見に行くやつじゃん。私は時間経ってからブルーレイ借りるからいいや。え、あ、はい。3組の河合くんかっこよくない？いや、あれはギョロ目だからごまかされてるだけだね。鼻と口でかいしエラも張ってるから私はかっこいいと思わないよ。おかましいわアホ。人の話を何でも否定で偉そうに返してしまう人はたとえそれが正しかったとしても友達はできにくいです。せっかく会話を振ってあげてるのに、それらを全部否定されたらクソムカつきますよね。あ、白霊さん、俺たちあんま話してなかったよね。あ、キモーくんだっけ？よろしくね。白霊さんってアニメとか見るんだっけ？なんでこのキモインキャ慣れ慣れしく私に話しかけてくんの？あ、この赤いの俺と同じインキャ女子だからいけそうだな、的な。うわめっちゃ舐められてるやん。本当は一日中アニメばっか見てるオタクだけど、オタクとつるんでバカにされるの嫌だわ。ん？全然アニメとか見ないかな。そうなんだ。じゃあ私ちょっと勉強したいことあるから。じゃあね、口臭いんじゃ、アホかすボケ。なんやかんやこれが一番でかいと思います。ガチでぼっちになる人ってオタクっぽい人とか避けますよね。なぜかというとオタクグループに入るイコール負け、だとぼっちは考えているからです。オタクグループと関われば周りからバカにされる、なら一人で静かにしている方が賢明という考え方です。はっきり言ってものすごく愚かです。どこのグループに属しているからといってバカにされることはありません。むしろずっと一人で過ごしている方が何考えてるかわからなくて誰も関わろうとせず、友達ができる可能性を極限まで減らしています。クラスには必ず地味同士で固まるグループがあるはずです。そこがあなたのようなぼっちたちへのセーフティーネットですから、まずはその人たちと仲良くなることから始めましょう。少なくともぼっちってことはなくなりますから。ということで、これが誰一人友達ができない人の特徴です。伝わったでしょうか？全部割とくだらないことだけど、全部当てはまってるような人はまあそやねえって感じです。それが学生時代の私なんですけどね。恋愛とは違って友達っていうのは本当に誰でも簡単に作れるものです。そんなもんいらねえよって人もいるかもしれませんが、友達は人生において必ず必要です。牛丼の白飯くらい必要です。誰とも親しくならない人生なんてつまらないのです。友達なんて作ろうと思えば作れるのに、二人一組でペアを作るときに相手がいなくて半泣きになる。そのことを一生引きずって自己嫌悪になるなんて、あまりにも悲しい人生じゃないですか。だからこの動画を見てる人の中でぼっちという人は、自分を見つめ直して、変なプライドを捨てて、今日紹介した3点に気を配って、友達作りましょう。ちなみに友達以前に、まず人とまともに会話したことないわ、なんて人もいるかもしれません。そりゃ会話できなければ友達できないのは当たり前です。それよりもまず人と喋ることができない原因を突き止めるべきです。人と世話話すらできないとかマジで社会人になるまでに直しておかないと生きていけないからね。ということで、今回は友達ができない人の特徴でした。今ぼっちの皆さんは一人でも多く友達を作って私みたいな悲惨な青春を送らないよう頑張ってみてください。将来学生時代のことを思い出すだけで目から硫酸出てくるようになっちゃいますよ。